2012年まで本社のあった渋谷マークシティウエスト東京コミュニケーション放送株式会社は東京都渋谷区全域、港区、目黒区の各一部地域を放送区域とする超短波放送の特定地上機関放送事業者として渋谷 FM の愛称でコミュニティ放送事業を行っていた企業である。地域番組と 渋谷文化の代表的な音楽を合わせた番組構成で、校舎はフュージョンが多く、音楽放送、MOV e を中心にノンストップで数多く放送していた。送信書は渋谷区渋谷1-2の五のアライブビチクビルの屋上にあった。当初の本社兼スタジオは渋谷区東に所在し、大館山地区に移転。2000年に渋谷マークシティに移転し、 2012年8月27日に隣接する新体操ビルに移転したが公開スタジオは設けなかった。2007年初夏頃に渋谷マークシティ4階に所在していたスタジオのネーミングライツをニューバランスが取得し広報や放送で渋谷 FM ニューバランススタジオと呼称していた。2011年7月1日からエリア制限なしのストリーミング放送を開始した。 他社のコミュニティ放送はストリーミングにサイモルレイディオなどを多く利用するが、当社は独自に運営した。2013年1月11日に放送を休止し、7月9日に7月10日を廃止日とする特定地上機関放送局の廃止届を関東総合通信局に提出して受理され、7月10日に特定地上機関放送局を廃止した。 2014年7月9日に東京地方裁判所から破産手続き開始の決定を受けた。負債総額約2億8200万円であった。渋谷、FM ツイッターハット、大型倒産情報、注目企業同行東京コミュニケーション放送株式会社、東京商工リサーチ。2014年7月17日閲覧。ウェルカムツー渋谷。 FM オンパルコシティ 2000, パルコシティ、City, 2001年6月4日、現在は人南1の10の7に移転している。ありがとうございます。